さまざまな文化の発信地として名高い新宿。その新宿駅にほど近い新宿三丁目駅から徒歩3分のところに、あるベンチャー企業が新しい人材サービスの提供を目指しているという。この企業、新しい人材サービスとは一体どういうサービスなのだろうか。なぜか社内の一角に撮影スペースが。はい、OK です。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。人材派遣、人材紹介、求人広告、リファラル採用、ダイレクトリクルーティング。時代の移り変わりとともに、働き方や仕事探しの方法は大きく変わりつつあります。そんな中、新たな人材サービスの形を目指し、設立から4年で急成長を遂げている企業があります。企業魂、今回は愛を形に変える新しい人材サービス企業を目指すベンチャー企業を追いました。ここは株式会社ラブキャリアのメディア事業部。このメディア事業部では、求人広告代理業、デザイン制作事業、ウェブプロモーション、自社メディアの運営など幅広いサービスを提供している。今はバブル期以降最も人が採用できない事例だと言われていますので、従来の求人広告、人材派遣、人材紹介だけではなく、ソーシャルリクルーティングやリファラル採用といった新しい採用手法によって、潜在的な求職者に対してもアプローチしていく必要があります。時代が変わり、ニーズが変われば、それに対応しなければならない。すべてのクライアント、そしてすべての求職者にハートトゥーハートで対応する。その中で思いついたのがモデル事業だという。モデルさんには多くのファンがいたり、 SNS での影響力を持っていたりと、それ自体がメディアとして非常に大きなブランドになっています。そのブランドを人材サービスと結びつけられないかと考えました。小沢葵です。女優をやってます。ラブキャリアの会社はもちろん、社員の方々も皆さんが応援してくださっているのが分かるので、私も協力したいなと思ってエントリーしました。三浦玲奈です。フルート奏者や読者モデルなどをして活動しています。私の活動をより多くの人に知ってもらう場が欲しくてエントリーをしました。今年も3つほど番組出演のお話をいただいています。シェリーです。モデルをメインに活動しています。ラブキャリアはモデルとしての活動はもちろん、将来起業を目指している私のビジネスも応援してくるので、とても勉強になっています。さらなるクライアントの満足を追求するために発足したメディア事業部。今後どのようなビジョンを描いているのだろうか。狙いは2つあります。1つ目はラブキャリアの知名度アップ、ブランディングとしての機能。2つ目はラブキャリアが真の総合人材サービスとなるために、クライアントに対して幅広い提案ができる体制を取ることです。そして将来的には人材業界の中でワクワクするような新しいメディアを作っていきたいなと考えています。2012年設立、従業員数およそ40名。明るい社内は社名のラブキャリアを想像させるようなインテリアでまとめられている。既存の枠にとらわれず、新しい形の人材サービス業を目指して走り続けている。ハートトゥーハート、愛がなければ人材会社じゃない。全てのスタッフさん、クライアントさんはじめステークホルダーの方に愛を届ける、その愛、ラブというところを、社名に込めました。設立から4年で売上16億円という圧倒的な成長率を誇るラブキャリアだが、それは他社にはない社風が理由かもしれない。働
働くを楽しむが合言葉の風通しのいい会社です。ちょっと落ち着くんで被ってもいいですか。本気で遊ぶ、本気で仕事をする。遊ぶときは砂浜で相撲を取ったりですね、もちろん真面目に働くときはしっかりみんな本気で働いている会社です。そんな会社、働くを楽しむ、メンバーをですね、これからもたくさん、集まってほしいと思っています。沖縄オフィスで働くスタッフは愛のある人材サービス企業というラブキャリアの理念に共感を持ちまして、愛を持ってお仕事を皆様にご紹介をしております。気がつけば沖縄でオフィス長を任されまして、沖縄のためにスタッフさん、お客様に感謝されることを心がけて日々楽しく仕事をやっております。ラブキャリアではインターンも受け入れているという。インターンを経験した社員は、社員の皆さんがフレンドリーで家族のように接してくれ、働きやすい環境だと思ったのが一番の志望理由になります。女性の先輩もすごく生き生き仕事しているところが私はすごくいいなと思っています。私の場合は入社前にインターンとして働いておりましたが、説明会ではわからないいろいろな発見があったので、入社前にも非常にいい体験ができたと思っております。実際に働いている社員たちはどのように感じているのだろうか。私は新卒社員第1号なのですが、就職活動中にさまざまな会社の説明会に参加して内定も10社以上いただきました。その中でラブキャリアは社長が直接話してくれて、その時の熱い言葉に感銘を受けて、この会社が一番成長できる、この会社で頑張ってみたいと感じて入社を決意しました。誰よりも早く成長したい人にはおすすめの環境です。メディア事業部に入社した社員は、以前からデザインの仕事をしていますが、ラブキャリアでは言われたものを作るだけではなく、入社間もない自分でも企画段階から関わらせてもらえるので、そういった部分にもすごくやりがいがあります。また社長との距離もすごく近いので、自分のアイデアを形にできたりするチャンスもあるので、これからどんなものを作っていくのか、どんなものを作れるのか、すごくワクワクしています。ラブキャリアを支える人材派遣と人材紹介を行うスタッフィング事業、先ほど の面談した方なんですけど、今現在子育て中ということで、以前ヘルパーとして働かれてたということなんですけど、ちょっと夜勤が難しいという条件があるんですが、何かお仕事をご紹介させていただければと思うんですけど、この間あったちょうどデイサービスのお仕事なんていいじゃないですかね。そうですね。本当ですか。はい、分かりました。その話を進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。新宿の本社のほか、池袋、横浜、千葉、名古屋、北九州、福岡、沖縄にも拠点展開するラブキャリア。2016年4月に大阪、5月に札幌に新オフィスがオープンし、2017年には仙台、広島にも出店を予定しているという。またさらに事業を拡大すべく新事業を立ち上げたという。より多くのスタッフの皆様にお仕事をご紹介すべく6つの新規事業を立ち上げております。1つ目がメディカル事業、そしてロジスティクス・ファクトリー事業、フード事業、通信事業、シニア事業、そして最後に今後のオリンピック需要を踏まえた上のバイリンガル事業を立ち上げております。なぜこれほどの急成長ができるのか。設立以来、取引先の企業の皆様からのオーダーに対し全力で対応してまいりました。そして求職者の皆様に対し誠心誠意、愛を持って対応しております。シンプルですが、その積み重ねの結果が急成長につながっていると考えております。成長と革新を続ける裏には、やはりラブキャリアクレドなるものがあった。2015年より長期の雇用を促進するために、
お試し期間1ヶ月という制度を設けました。1ヶ月間で仕事や職場環境が合う合わないを見ていただき、長く続けられるための環境づくりを行っていただいております。この制度を通じて求職者の方とクライアント企業のより良いマッチングを目指しています。日本で一番愛と笑顔があふれる会社を目指す企業の今後の展望とは。スタッフィング事業とメディア事業はさらに強力に伸ばしていく、そういう段取りでおります。それに加えて、子供を持った母親あるいは父親が安心して働けるように保育事業も併設していく予定でございます。それに加えて、学生が就職する際のサポート、それを徹底的にしていく、そういうようなビジネスを展開していこうというふうに考えております。一社の取引先、一人の求職者を大切にするその姿勢が評価され、右肩上がりに業績を伸ばし飛躍を続ける株式会社ラブキャリア。新しい形の総合人材サービスを提供し、上場目標に掲げるラブキャリアの今後に注目です。番組サイト企業魂 .com では今まで放送した番組をすべてご覧いただけます。ぜひサイトでも番組をお楽しみください。次回の企業魂ご期待ください。